オラ、お元気ですか？今回はゲストをお呼びしています。石倉さんはこの講義のスライドの解説文を作成してくださいました。会話のパートナーを務めてくださいます。どうぞよろしくお願いします。オラ、bienvenida al programa. Gracias. 社会人になってから初の南米チリ旅行をきっかけにスペイン語の勉強を始めました。その面白さにはまっていきました。2001年から2019年エクアドル共和国に滞在し、旅行会社にて働いていました。会話文の練習の前に前回の復習をしておきましょう。やあ、オラ、オラ、おはようございます。Buenos días。Buenos días。こんにちは。Buenas tardes。Buenas tardes。こんばんは。Buenas noches。Buenas noches。どうぞよろしく。Mucho gusto。Mucho gusto。ありがとう。Gracias。Gracias。どういたしまして。De nada。De nada。すみません。Perdón。Perdón。さようなら。Adiós。Adiós。また後で。Hasta luego。Hasta luego。日本へようこそ。Bienvenidos a Japón。Bienvenidos a Japón。いかがでしたか？覚えていらっしゃいましたか？それではこれまでの文章を組み合わせて会話をしてみましょう。Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos a Japón. Gracias. Mucho gusto. Mucho gusto. いかがでしたか？聞き取れましたでしょうか？これは初めて会った人同士でする会話でした。よろしければ少し巻き戻して確認してみてくださいね。ここで少し新しい表現を練習しましょう。一緒に発音しましょう。おい、今日。H は発音しません。Y は単独ではイと発音します。Pasarse bien。心地よく過ごす。実際の文章ではかなり形が変わります。Igualmente、こちらこそ、同様に。Igual の L の後にうの音を入れないようにしてください。舌先を前歯の付け根の裏に軽くつけます。Bueno。さあそれでは、Bueno にはいろいろ意味がありますが、今回は話題を変えるきっかけの言葉として覚えてください。Irse、立ち去る。R は巻き舌です。実際の文章ではかなり形が変わります。
それでは今練習した表現も合わせて2つ目の会話文を聞き取ってみてください。なお動詞は主語に合わせてかなり形が変わっています。難しいとは思いますが、よく注意して聞いてください。Gracias. Hoy me lo pasé muy bien. De nada, igualmente. Bueno, me voy. Adiós, hasta luego. Adiós, chao.二つ目の会話文は別れる時の会話です。最後の二文だけでも良いですので、巻き戻して一緒に発音してみてください。次回は簡単な自己紹介を練習します。挨拶からさらに自分のこと、相手のことを少し知るきっかけになればと思います。それではアディオス、アスタルエゴ。